皆様こんにちは、コンタロウです。よろしくお願いします。今日はですね、爬虫類飼育におけるマストアイテムというか、もう必需品ですね。で、爬虫類飼うときにやっぱり温度管理っていうのがとても大切になってくるので、で、まあ、その温度管理のために最も必要な器具である温度計の解説をちょっとしていきたいと思います。まあ、真ん中にあるこれはいわゆる普通の壁掛け式の温度計ですね。まあ、これはどこにでもある、100均でも売ってるものです。よくあるタイプの温度計。これはまあ壁に掛けたりすることで、その部屋で、もしくはその飼育容器、ケージ付近の温度を知ることができます。で、これがサーモガンタイプの温度計ですね。最近コロナなんかで結構出回るようになってきました。で、簡易式のものなんで、ちょっとこれ使い方めんどくさいんですけど、これ気温が17度以上ないと、こういう感じになっちゃって、で、まあ、これをこっちにすると気温が出る。まあ、こんな感じですね。で、今ざっくりこう気温が出てる。このセンサー部分のちょっと前あたりの温度を測るので、だいたいこれで22度ぐらい。っていう温度が出てます。で、これはまあそこら辺をこう局部的に、ケージの中とかホットスポットの場所を局部的にこう測るときには非常に使い勝手がいいですね。で、僕最近ね、皆さんいろんな方の動画を見ててふと気づいたんですけど、この最高最低温度計っていうのを最近あんまり飼育者様で使ってる方は見受けないんですよね。で、ペットショップっていうか総合ショップなんかであんまり売ってるとこすらも見かけなくなっちゃって、ただね、この最高最低温度計っていうんですね。これは何だろう、ホームセンターとかで普通に買ったもんなんですけど、そんなに高いもんじゃないです。1500、600円からまあ2000円ぐらいで普通に売ってるもんなんですけど、これね、すごく爬虫類飼育において僕ものすごい大事なもんだと思うんですね。で、何がこう大切かっていうと、これ温度計がね、記録してくれるんです。最高の温度と最低の温度、その測ってる間の最高温と最低温を記録してくれるんです。これちょっとさっきちょっとあったかいとこ置いてたんで、この温度なんですけど、これもっと高い温度だと 25.6 度ですね。で、一番低い温度で 24.8 度、これ今の気温で 24.9 度です。で、一番高い温度と一番低い温度を、その置いてる場所の温度を記録しておくって、これとても大事なことで、一日の中でものすごく温度が上がりすぎちゃうとか、逆に下がりすぎちゃうっていうのをこの温度計で調べることができるんですよね。で、これ昔はね、日本で普通に売ってなかったんで、僕ドイツから輸入してもらったものを使ってたりしてました。で、最近は本当ね、安い値段で割と簡単に手に入るんで、とても使い勝手がいいです。ちなみにちょっとこれ今どんな感じで使うかっていうのをやってみたいかと思うんですけど、これまあ今の温度が出てるんですが、これをね一回クリアします。こうずっと、まあ、こんな感じで、この温度計に関してはこうやって長押しするとクリアできるんですね。こんな感じでクリアします。で、多分これ今の温度が出てて、これが基準になるんですよね。で、これをね、ちょっとレオパのケージに一晩置いてみようかと思います。で、朝何度ぐらいになってるかっていうのをちょっと調べて、ちょっとここにレオパのケージがあるんで、で、この中にちょっと置いてみます。ちょっとこれ湿度はね、多分シェルターと水入れの間ぐらいに置いちゃうんで、湿度は結構高めになっちゃうと思うんですけど、これちょっと明日の朝どんな感じになってるか調べたいと思います。ちょっとレオパちゃんが何が入ってんだって顔してますけどね。はい、ということで一晩経ってみましたので、ちょっと温度計を出してみようと思います。閉め忘れちゃうんでね。はい、これが今の室内の温度ですね。 25.9 度、最高が 26.6 度、
最低が 25.3 度ということで、まあだいたいレオパの生活環境の温度、規定温の温度になっていると思います。ホットスポットはもっと30度40度寄りになっているんで、まあ規定温としてはこのぐらいの温度帯でちょうどいいんじゃないかなという。だからこの温度計の強みっていうのはこんな感じに、ずっと1日とかですね、何時間か通してその温度観察ができるわけですね。でこれって結構爬虫類の飼育に大切なことなんで、まあ例えば、ものすごく高い温度になっちゃって熱死したり、逆になんか急に温度が下がっちゃって体温が下がって死んじゃったりっていうのをこの温度計で調べて防ぐことができるわけです。これ非常に使い勝手がいいので、まあこれは別にホームセンターとかで普通に売ってるもんなんで、これじゃなくてもいろんなメーカーからいろんなものが出てるので、皆さんぜひこういった温度計使ってみてください。